が知床にあったの。美味しい？まずぐはねきだもん。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、さっき朝北海道から帰ってきました。イエーイ一週間お疲れ様でございました。はい、ということで北海道で買ってきたお土産を紹介したいと思います。お土産とあともらったものも一緒に混じってるんですけど、一個ずつ紹介していきます。まずまあでも買った場所は札幌では買わなくて、基本的に帯広とあと知床網走かなで買いました。自分が買ったのあとウポポイカで、あとはもらったものが、函館はもらったものかな。まずじゃあ一番感動したのはこれ、はい、網走監獄って書いてある丼、めっちゃ嬉しい。これでちょっと大きいんだけどね、でもこれでご飯とかラーメンを食べます。これはもう陶器なのだから電子レンジ使えないんだよね、ちょっとそれは残念なんだけど、これはでも今実際に網走刑務所に入ってる人たちが作ったやつだったから、オンラインとかにも売ってない。で、網走監獄の外のお土産屋さんは売ってなくて、中のお土産屋さんにしか売られてないやつでした。あ、値段か、多分1200円くらい、確か1200円くらいで、よくよく見ると多分本当に手作りなんだよね。一個一個の大きさが若干違ってた。デザインは一緒で黒で網走監獄って書いてあるやつです。めっちゃ地域飛ぶけど、ここで買ったマグカップです。アイヌの伝統の模様がこういう風にデザインされてるマグカップで、これも陶器だから、え、どうなんだろう、電子レンジいけるのかな。ダメとは書いてないけど、まあ、食器洗い洗浄とかは多分若干難しいかなみたいな感じかな。普通の陶器のマグカップと一緒で、はい、裏にもこのウポポイのマークが書いてあるありますよ。かわいい。あと小皿もかわいかったんだけど、たくさんあったのでおすすめでございます。はい、これがまあ食べ物以外のやつかな。あとは全部食べ物かな。はい、じゃあ順番に地域ごとに見ていこう。まずこれ、これは結果多分買ってもらった感じになると思うんだけど、ポテトチップス、帯広の隣の市なのかな、士幌町っていうところのお店でしか買えない栄光プ士幌町店アスポっていうところでしか買えないポテトチップスになるらしい。薄塩と海苔塩、コンソメももう一個あったけど、コンソメは買わずに2袋ずつ買った。私ポテトチップス食べなくはないけど、好きなやつが今一番は湖池屋のピュアポテトっていう青い袋のポテトチップスが一番好きなんだけど、それよりも美味しいよってエリアの旦那さんが教えてくれて買いました。埼玉の工場で作ってんの。でも販売はその士幌町農業協同組合で、本当にこの生産者歓迎用だから士幌町にしか売ってないって書いてあった。なので皆さん行ってみたらぜひ買ってください。食べてないから感想を言わないし、こういうのっていうかさ、ここで食べるんだろうけど今食べたくないので食べません。編集のまでに食べれたら食べます、感想を書きます。でビールはこれも買ってもらったんかな、結局ニセコバーズ、一応ニセコなんだ、ニセコのやつだけど帯広のところで買った。帯広といえば、十勝といえば豚丼っていうことで、その一品っていうお店でその時食べたので、一品のその豚丼のタレを買ってきました。いろんなお店の豚丼のタレがあったんだけど、これがあの時いたメンバーの中では美味しいよって好きだよって言ってたので一品のタレにしました。これもエリナがおすすめの百鬼のタレっていうやつが美味しい。六花亭だ、六花亭ってさ、あのレーズンサンドだっけか、クリームラムレーズンサンドみたいなやつが有名だと思うけど、絵はあんま好きじゃないの、レーズンが。でもドレッシング出してんだって思って、
かけてよし、あえてよし、つけてよし、何でも美味しいっていうのがあったやつ。ベース何なんだろうね。菜種油、醤油、米酢、粒入りマスタードっていう感じらしい。これは早速食べれそう。実際やっぱり帯広は北海道一番初めの旅行先だったし、まあ、言うて旅行するにあたっても生物系は買えなかったから、基本的にこう常温でも大丈夫そうなやつを買ってきました。今回ちょっと時間なくて行けなかったんだけど、すごい有名な新村牧場さんっていうところがあるんです。十勝新村牧場っていう、あ、士幌町なんだ、っていうところがすごい有名らしくて、でそこのミルクジャムです、めちゃくちゃうまいよってエリナがおすすめしてくれたので買いました。チョコとプレーンがあったんだっけかな、まあ、プレーンが好きだってエリナが言ったからプレーンを買ったんです。一応でも常温で8月6日まで賞味期限、意外と長い。開封後は冷蔵庫だけど、開けなければ8月6日まで常温で持って帰れるやつなので、これめちゃくちゃ美味しそう。普通にあの食パンにつけて食べたいと思います。十勝で会った人からお土産でもらったのがこのそば、おそばです。北海道そばのイメージ全くなかったんだけど、コンビニにもあったんだよね。なんかすごい老舗の蕎麦屋とコンビニがコラボしてるみたいなやつがあって、あ、蕎麦有名なんだって思った。十勝の方に鹿追町っていう町があるんだけど、金持ちの町と言われている町で、これも農業協同組合がやってるの。蕎麦鹿追い人だって。無縁無添加。やっぱりね、ヒグマエゾジカは食べたかったの。クマは、ツキノワグマ地元でもめっちゃ食うんだけど、ヒグマはツキノワグマよりうまいっていうことを聞いていたから食べてみたかったな。でもお店で札幌に食べれるところがあったんだけど、車椅子だと入れなかったから意外と他にはなくて諦めました。で買ったのが缶詰、これヒグマの味噌煮と、こっち大和煮だから多分醤油煮。これ1個1000円くらいするんだよそりゃそうですよ、クマを倒すの大変だもん。でエゾジカの味噌煮が2つ。エゾジカのこれは800円600円、クマよりは安いし、クマよりはいっぱい入ってる。なぜなら鹿はたくさんその辺にいたからこれも食べてないけど食べてみたいな、早くって思います。お父にも食べさせたい。お父の分も含めて2に買ってきたんだよね。で帯広編、十勝編が終わりで、知床で買ったのがさっきの網走監獄の器と、そこのトド肉が知床にあったの。トドの肉だよ。帯広のところにはトド肉なかったのよ。さすがにほら北海道知床さんって書いてあるから、向いてないんじゃない、知床の方に行かないと。トド肉、いやさすがにこれはさ、ここで食うべきと思うじゃん。食べないんだよね、全然そんな気持ちじゃないからでこれも弟と一緒に食べたい。なんで編集の前に弟とトド肉くらいは一緒食べて編集差し込みたいと思います。食べてください、トド肉。なんか微妙だな、なんでね。あ、匂いはでも全然味噌煮だけど、意外といっぱい入ってる。硬そう。柔らかい。美味しい。まずくはねきだな。微妙な味だなあれ。なんだあのあれあっちゃん缶詰でなっけ、馬肉の大和煮。うん、あんな感じの間うまってことじゃ、うん、はい。これもう紹介動画なんかしたことないから黙々とやるしかないよね。でオホーツクの塩を買いました。塩ってさ本当に味が違うと思うんだよね。なんかよく最近多分 SNS とかでも見たことあると思うけど、
作られた塩と海水から 100% 取ってるような塩って味が違う。岩塩とかもすごい美味しいじゃん。だから、あ、オホーツク海の海水の塩ってどんな味するのかなって思って買ってみました。これはスタンダードに鹿肉のカレーを買ってみました。はい、でしょ。で、最後お土産ゾーンですね。函館行った時にアルナちゃんからもらったやつだね。はい、イカ飯、北海道函館といえばイカ飯。これ湯煎か電子レンジでいけるイカ飯だって。すごい美味しそう。パンパンに詰まってるよ、お米。函館はコナンくんシリーズがたくさんあって、ラスク、パッケージがいいよね。もう中は普通のラスク、こうやって立方体になってるラスクだけど、カレーもこれすごい多分普段は違うんだろうけど、パケがコナン、まあ、限定だからいいんだろうけどね。結局ラーメンも食べれなかったんだけどさ、函館は塩ラーメンが有名なところで、特に有名なのがアジサイっていうところのラーメン屋さんが美味しいらしい。こういう風に売ってんのいいね。一人前で10月まで持つ。以上ですね。はい、こんな感じで北海道のお土産を紹介しました。やっぱりおすすめは、おすすめっていうか食べてないのにおすすめするのもあれだけど、やっぱこのトド肉とかヒグマとかエゾジカとか、まあ普段ジビエ料理を食べるような生活をしてない地域の人たちは、やっぱりこのジビエを缶詰でもいいから食べてみることをおすすめする。多分味噌とかは結構味がしっかりしてる分、多分そんなに獣臭さとかはないんじゃないかなって思います。ほんと私はいつも買うときにネットで売ってないものを重視して買います。やっぱこのご時世オンラインで買えるものたくさんあるけど、本当にここでしか買えないようなものっていうのもたまにあったりするから、それ買ったり、あとお菓子系はやっぱ基本的に味ほとんど一緒だなって思うから買わないかな。だからこれだけ旅先に行ってお土産を買うって、私にとってはとっても珍しい。本当にお土産買わない人だから、まあ、特にもうこれなんか絶対網走に行かないと買えなかったから、こういうものが買えて私はとっても幸せです。はい、ということで北海道お土産の紹介でした。ぜひ皆さん行ったら買ってみてください。オンラインで買えるものあったら探して買ってみてください。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。